倉掛峠は、三重県稲部市と滋賀県犬上郡長町を結ぶ峠、国道306号上にある。2016年3月の大雨で、滋賀県側にて、のり面が3カ所崩落したため、崩落箇所の対策工事が終わる2019年、初旬まで、倉掛峠を通り抜ける通行はできなかった。2019年5月29日に通行止めは、解除された。 台風や災害による崩落で2012年以降は大半の期間が通行止めになっている。2012年9月には平成24年台風第17号の影響で大規模な崩落が発生し2014年11月まで2年以上も通行止めが続いていた。災害の発生していない平年でも冬季期間は通行止めになる。 全区間追い越し禁止で、三重県側は、滋賀県側に比べ道が狭く、大型車は対向車線にはみ出さないと曲がれない場合がある。三重県と滋賀県境の鈴鹿山脈の主猟線の、昭和山と鈴木田岳との安部。伊勢湾へ流れる稲部川と琵琶湖へ流れる犬上川との分水嶺。下部を通る国道306号の倉掛トンネルの東口と、 西口のそれぞれから登山道が通じ、南北に通る登山道と交差する。峠には小さな祠がある。名称の由来は858年、これたか新王が藤原義久の追悼を逃れとから逃れる際、ここで馬の蔵を外して休憩を取らせたことにちなんで名付けられた。古くは龍下峠とも呼ばれていた。三重県北部の住民は納骨の際に、 京都に向かうために通った道であった。対する彦根界隈の住民は、伊勢神宮への参拝の際に通った道で、彦根藩の三具道路でもあった。詳細については、倉掛トンネルの三重県側の看板に書かれている。1990年代半ばまで、滋賀県側では、麓から峠までほぼ全線ダート区間であった。ありがとうございます。